牧師が一人でボソボソ話す Vlog、 今日もいい一日でしたです。です。あかりちゃんの声ってマイクにはっきり乗るよな。そうなんですね。多分高いからかな。あ、すごい聞きやすい。私がちょっと気をつけようと思ってます。はい、そうなんですね。はい、はい、さて今日は、今日は金欠なのに、なのに違うな、金欠の時どうすればいいですかっていうことを、はいはい、先生に聞いていきたいと思います。はい、はい、金欠評論家の斉藤です。評論家なことないわ。ないよ、私も今これパタゴニア着てるから、うん、パタゴニア高級なんですよね。こう、うん、あのブランドです、はい、ちなみに映ってませんけどズボンもパタゴニアです。うん、はい、はい、パタゴニア、パタゴニア、靴下がなし、裸足、裸足です、はい、のでそんな私に、はい、あかりちゃん金欠ですか、ま、ではない。私はまあまあ、この間だって高級なお寿司食べてたもんね。あれはあれはお父さん、お父さんのおごりです。はい、はい、写真出そうか。出すんですか。寿司の写真出そうか。あかりちゃん食べたやつ。どっちでもいいですよ。わかりました。まあ、世の中はね、今、うん、あの不況ですね。はい。はい、あの仕方ないです。はい。これからはみんながちょっとずつ生活のレベルを下げていかざるを得ないです。はい。避けられません。それはもうね、10年ぐらい前から分かってたことです。はい、はい、アベノミクスぐらいから分かってたことです。はい、一時的に株価を上げて、うん、なんかあの結局儲かるのは株を大きく取引している海外の、世界の大富豪が儲かるだけで、そっちにお金が流れていき、うん、一瞬なんかこう儲かってるように見えるように見せるだけのことでした。はい、でもなぜそうなるかというと、日本は資源がないんですよね。別に鉄鉱石もなければ石油もないんで、うん、あの技術だけだったんですが、その技術も中国や韓国が追いついておりましてるので、うん、日本にはないんです。別にもう今後、はい、世界と競争する力が、うん、それで肝心の研究費とか教育の大学の教育とかの費用にも回らないので、うん、より一層技術開発するための人材も日本でも育ちにくいし、かつてのように経済的に世界のトップに行くことはないでしょう。ので、はい、うん、あのこんな話しないで、ね、それでそういう時どうしたらいいのかって話ですよね。はい、はい、そうですそうです。スーパーに行ってもはい、雪見大福が値上がりしてたり、はい、はい、カップラーメンが値上がりしてたり、ジュースの量が減ってたり、量減ってるんですね。そう、前よりもなんかね、ちっちゃいなみたいな入れ物が、へ、値段は同じなんだけど入れ物がちっちゃいみたいなね、ことがどんどんあったりとかね、皆さんの収入は絶対変わらないし、あるいは下がったりして、うん、ってことなので、みんな前よりもちょっとずつ貧しくなる時に気持ちがちょっと沈むよね。不安になるよね、うん、で生活のレベルを落とすのってすごくストレスですよ。そうですよ ね、うん、前は1日 500g 食べれてたステーキがステーキだらすんですね。分かんないですけど、うん、食べれなくなったりとかね、うん、するとすごく辛い貧しい気持ちになったりするっていう話ですか。っていう話とはちょっと違うかな。違うんですね。何かな、あの、うん、そこでクリスチャンにとっての幸せというか、クリスチャンが持つ幸せ、うん、どう言い表したらいいんだろうか、分かんないけど、そんなところをユージ先生に教えてもらいたいなと、はい、パタゴニア、パタゴニア、裸足の私に、そう、はい、はい、だから、お金がなくなるというか、使えるお金が減ってきた時にも喜んで生きるっていうことはできますか。うん、できます。はい、できるでしょう、全然。それは、うん、私は新学生の時は、はい、あの缶ジュースも買えなかった。はい、ないもん、お金が、あ、使えるお金なかったから、
だから服ももちろん買えないし靴も買えないから、うん、そしたらなんかねあの来るんよ箱段ボールで来 て,、うん、来てくださいみたいなの古着が送られてくるわけよ。古着が送られてきて、でこれ合うわみたいな、この靴合うわみたいな、うん、合わないんだけど本当は、うん、若干サイズは違うんだけど、でも合うことにして、合うことにして、その進学校に送られてくる、うん、あの事前の古着、はい、を着てました4年間。あ、4年間4年間、はい、買えないもんだって、100円ですら使えないんだからさ、まして服なんか。そうですよね。でもそれでひもじいとか、うん、悲しいとかなかったよ。で横浜とかのおしゃれな町にある教会とかに新学生だから行ってましたけど、うん、別にダセーと言われなかったし、うんうん、なんかそういうダサい新学生が、ね、ファッションとトレンドとは全く関係ない世界に生きてる人が行ったところで、うん、じゃあその教会の若者たちが軽蔑するかは別になかったし、うん、仲良くできたので関係ないよね、うん、なくないですか。そうですね、言うほど、うん、本人以外あんまり気にしたよねそういうの服装って、うん、そうですね、なことない、うん、言うほど人見てないもんね実は。あ、っていうのはどういうことかというと、うん、その人の表情とか、うん、話してる言葉とかその人が出してくる雰囲気の方がみんな見てて、うん、まあ、その人が着てる服がどうであるとかね、なんかそういう靴下の色が何色かなんてことは言うほど人は見てないというか、うん、爽やかだったらいいんじゃないでしょうか。そうですね、うんうんうん、で、はい、もう私はだからすごい貧しい、人から見たらとても貧しいところをもあったはず、うん、けどそこはそこで喜びがいっぱい、また別の喜びがあって感謝だなっていう、なんか、うん、今ね、貧しい時の方が神様に生かされてる感が強かったわ、うん、いい時にね与えられるんだよね。キビ教会来た時も、うん、あの収入めっちゃ減ったんですよ、はい、激減でした、うん、あ、これ米は買えんわと思った最初、うんうん、実際買えんかった、うん、けど買わなくてよかったんよ、ずっと与えられたんで、ちょうどなくなる頃にお米いりますかっつってなんか持ってこられたりして、はい、半年ぐらいかな、覚えないけど、ずっとなくなるぐらいの時にちょうどねお米持ってくる人いらっしゃって、うーん、あ、買えないんじゃなくて、あの、買わなくていいんだっていうのが分かった、うん、みたいな、はい、うん、ことなどなどなどあったりして、だからそういう時はそういう時で嬉しいこといっぱいあったし、うん、でも逆になんか突然お金持ちになった気持ちのことあるわけですよ、っていうなんかこう収入がどんと与えられたりした時はパッパッと使います、はい、はい、あの一番いいマック買おうみたいなとか、うん、あの一番いい機材を買っとこうみたいな、うん、使います、え、何万とかでも十何万とかでもためらいなく買います、はい、だっていいの買っとけば何年も使えるし、うん、どうせ後々考えたら合理的なのでって感じ、うん、つまり何が言いたいかというと、あのお金があるかないかはあんま関係ない、その時にその幸せとは関係ない、なかったらなかったでいいことあるし、あったらあったでいいことに使えばいいし、うん、それだけの違いで、お金がないかあるかによってこの生活におけるあの幸せの基準は、別に影響を受けない、うん、です、はい、いろんな人いらっしゃって、はい、お金があるせいで不幸せな人を見たことありますよ、そう、なんかねお金持ちになったんよその人、うん、そのせいでこれ私のもんだ、うん、
親戚とかからもちょっと距離を置いて、どうせみんなこの金を狙ってるんだろうみたいな気持ちになったりして、うん、でもそういう人にはお金があるんでしょうっていうことで近づいてくる人いっぱいいるの。そうですよね、うん、かさ宝石とか、うん、ジュエリーとか、うん、ネックレスとかな、いろ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 とか買いませんかみたいな、うん、そういうのについついなんか上手に言うんよまた。そうですよね。それで上手に言われてお金を出してしまって、えなんでこんなものにこんなにお金払っちゃったんだろうみたいなことで、うん、もう心が鬱になっていくみたいなさ、うん、あこの人お金なかったらもっと幸せだったのになっていう場合、うん、はい、逆もあるよね。お金がないないと思ってずっともうお金ないお金ないってことばっかり考えてて、うんもっと他にいっぱいいろんなものがあるはずなのに、お金がないっていうことが不幸せだってことで、そのことで心を縛られることもあると思うんです、はい、だからお金がなかったら縛られるし、うん、あったらあることで縛られちゃうしっていうことで、この両方をから移り変わるときがすごくね、あの難しいと思うよ、うん、貧しいっていうかお金があんまりないところから突然持つとなった時に人生が狂っちゃう場合が多い、うん、逆もそう、あった人が亡くなった時にもうすごくもうダメだって気持ちになっちゃったり、うん、この移り変わりが、その時にあの聖書でパウロっていう人は、私は豊かさも貧しさもどっちの生き方も対処できる秘訣を知ってますって言ったのね。私それがね本当に一番のこの幸せの力だと思いますね。貧しかったら貧しい時にどうするか、うん、飛んだら飛んだ時どうするかっていう、どっちになっても変わらずにその時その時に対応できるっていうことがいいなと、うん、はい、それは神様と共に生きている中で神様は変わんないから、うんお金があるかないかじゃなくて、神様がいるかいないかっていうね、神様いらっしゃるからその時その時を客観的に見て、もしねお金が幸せの軸だったらなかったらな幸せはなくなるし、あったら固執しちゃうし、だから神様を幸せの軸にしておくと絶対神様はなくなったりしないからさ、そこのところで安心があるなと思いますが、えどうこんな感じでよかったでしょうか。はい、うん、ちょっと眠くなった。眠くはない、眠くはない、うん、眠くはないけど、はい、どうぞ考え中です。はい、うん、へえ、生活が苦しくなったりして、うん、例えば、うん、でやっぱり節約しなきゃいけないなってなって、うんうん、でどうしても心が貧しくなっちゃう人っていると思うんですけど、うん、そういう場合でも誰でも神様は与えてくれますか。もうすごく難しいのが、うん、何をもって生活が苦しいのかっていうのが、うん、すごい幅広いですっていうのはな、うん、日本の社会でうわ生活が貧しいって思っても、例えばエルサルバドルとかさ、あるいはザンビアとかさ、そういう別の社会の人の生活レベルに比べたら、うん、貴族みたいな生活してるかもしれない。そう、ね、スマホがあったりとか、うんうん、スマホがあるってな、そうです、ね、持ってたりとか、うん、水道から飲める水が出てくるとかさ、うん、とかあの、ね、最低の生活の保障がされてるとか、うん、っていうこと考えたらさ、あ そうなんよ、うん、だからその貧しさのレベルって相対的で、うん、周り目の、ま、近くにいる周りの人との比較の中なんや、うん、そこでのこの差であって、全く別の文化に行ったらもっとどん底の見える、うん、でもそこで皆さんは幸せになってるかもしれないから、うん、っていう意味では
ちょっと難しいなと、はい、とかお金がない貧しいと思うとかえって合理的じゃないお金の使い方をしたりします。合理的じゃない、うん、例えばもう今日はお金ないからインスタントラーメンで済ますよみたいな。あ、そういうインスタントラーメン高いよね。自分で自炊した方が安いよね。うん、あと栄養もちょっと偏るので、まあ、そうよね、とかとか考えると、うん、本当は経済的に考えれば、うん、トータルで考えたら別の選択肢あるのにかえってそのしんどくなるような選択にお金を使っちゃうみたいなこともあるよな、うんうん、のですが、はい、本当に私は新学生の時と牧師になってから2回ぐらい、うん、これはどうやって生活しようかっていうことがあったんですけど、はい、やっぱり、うん、私に関して言うならばそこはちゃんと守られたし満たされたし、うん、あ、もうお金で心配しなくていいんだなっていう、食べ物で心配しなくていいんだなっていうことは経験させてもらったんですよね。聖書にね、あなたの口を大きく開けよう、私がそれを満たすって約束があって、神様に対して信頼して生活を委ねていくときに、あなたについてきますって、あとはよろしくお願いしますっていうね、ときにやっぱ神様は生きていく必要は必ず満たしてくださる。あるじゃん聖書に、うん、神の国をまず求めなさい、ね、そうすればこれらのものは全て与えられるっていうね。私あれ思い出しました。どれでしょう。なんか空の鳥を見なさい、全部覚えてないんですけど、はい、種まきもせず刈り取りも、うん、刈り入れか、うん、もせず、でも主は生かしてくださいます、うん、でもそれをしなくても主は生かしてくださるから、なんでそれより尊い人人間を見てくださらないじゃないけど、何でしたっけ、帰り見てください、まあ、神様が鳥をもう生かされるのだったら、ましてあなたたちによくしてくださるのであるでしょうかっていう、はい、だから心配が先に立っちゃって、うん、だから心配を使って心配のために生きてるというかさ、うん、明日今後の心配のために今を消費しちゃって今は生きられないっていう、任せてしまえば今日生きられるのに、うん、ってことありますよね、はい、とか言いながら、そうそう、なんか私たちは本当に心配するし、お金に執着するだろうし、亡くなったらどうしようって年がら年中思うわけですが、でもほら神様が心配しなくていいよとおっしゃったのと、うん、それをじゃあ頑張って信じるぞって信心する力みたいなさ、信仰力みたいな、私たちの努力じゃなくて、うん、そんなの私たちないので、ただなんでそれを信じれたかというと、イエス・キリストが十字架にかかって命を捨ててくださったのが分かったので、本物だなと、この方の愛は、うん、言った通りになさったなっていう時に、あ、神様が言ったことってここまで筋を通すんだなと、神様が愛するっつったら本当に十字架にまでかかってくれるんだなっていうことが分かったので、他の聖書の言葉もじゃあ信じようって思えたから、うん、イエス様がすごい、そしてその通りにしたら本当に守られました。これから守られます、はい、必ず。よかったね、大体これで答えになったでしょうか。はい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。なんか私たちが物忘れが激しいっていう話をしたかったんですけど、しますちょっともう、いやこれは別の回にしたらいいでしょうね。はい、フォゲットザフォゲットの話をしたかったんですけど、これはまたですね。はい、はい、ではあなたにキリストの祝福がありますように。 See you. See you.